厳しいぞ。それを見事に乗り越えてみせよ。はい、気に食わんとでも。そんなことはいい。アルビス様からの伝言です。モミジ様に勝利して最悪の場合でも側室という手。死んでる。妹の部下もベニマル殿を狙って総家に遠慮して総栄殿を諦めた。そう、アルビスさんは美人で頼れ。他にもベニマルを狙うアマタ。何それ、羨ましい。つまりハーレムっすか。うむ、我が輩を慕う部下はなぜか男。我が輩の職場には女性のドワーフ、生理的に無理だそうで、南宋や北宋には食事のデートだとか頻繁に誘いを。種族の壁消えた。簡単になびくものだぞ。この前の女騎士など詳しく。詳しく。あ、我が兄の話です。はい、ハンリは一人で十分ですよ。じゃあハーレムはなしだな。アルビスさんの挑戦を受けて。直接決闘とかはダメだけど、努力するとかなら。負けませんよ。望むところですわ。とりあえず逃げよう。ラブ&バトルの幕開けとなったの。